さて田原さん、タブーに挑戦、今回でちょうど100回目になります、100回目ですか、はいめでたく100回目を迎えた、ちょうどその回で、ついに衆議院が解散しました、8月30日が選挙となりますが、8月の選挙はなんと107年ぶりなんだそうです107年ぶりっていうと、当時は女性は選挙権はないし、それからね、税金をある程度納めてる人間しかなかった。 つまり普通選挙ではなかったんですね。制限選挙ってやつですねとなると、普通選挙になってからは初めてということですね。で、解散としては2005年8月のいわゆる郵政解散以来、およそ4年ぶりの解散となります4年人気いっぱいいっぱいでの解散なんですが、うん、まあそもそも去年の9月、麻生さんが首相になりまして、はい、もうすぐ解散だと言われてたんですが。うんうん まあ、なぜにここまであの遅くなったかということをまず伺いたいんですが、うん、まあね、えー、この7月の21日に解散となったわけですね、遅くなった最大の理由は、ね、景気ですよ、つまりあの麻生さんはもともと福田康夫さんが死後だったと、で福田さんはとってもジェントルマン、紳士なんですね、だから喧んが嫌いなんですよ。だから、ね、解散しして、ね、選挙したくない 自分はその解散することはできないってなったんですねやりたくないと、うん、やりたくないということで、はい、それでまあね、うんえー、小泉さんが衆議院解散してから、安倍さんと福田さんと2代ね、つまり衆議院の選挙を経てない総理大臣がいると、これはやっぱり良くないよと、そこで、えー、解散ができる人はいないかということで、それで麻生さんが、えーあの 要するに、総裁に選ばれて、そして、首相になったと。で、本当はだから、去年の9月に麻生さんが総理大臣になって、すぐに解散するはずだった。ご自分もそう思ってた。えー、自民党もそれを期待した。ところが、これ、麻生さんに聞いたんですよ。えー、去年の11月の末でしたね。なんで麻生さんはね、解散しないんですかと聞いた。そしたら、自分は解散するつもりだったと。そしたら、そのね、 えー、自分が総理大臣になってすぐ9月の15日にアメリカのリーマンブラザーズが倒産した。これで AIG とかいろんなファニーメイとかいろんなとこがみんな倒産寸前になって、えー、金融パニックになった。で、その金融パニックが引き上げで引き金になって大不況になった。で、日本も大不況になった。だから解散どころじゃないと。とにかくこの景気をね、少しでも良くする。 景気を良くしなければ解散もできない、何とかして景気を良くしようと、だけど逆に景気はどん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 下がっていった、そこでその戦っている、よ、ね、くしようよくしようとのうちに、つまり年を越して、こ、えー、今年になったと、それでも景気がどんどん落ち込んでいると、だから何とか景気を、ね、戻したい、えー、景気を何とか安定させたい、で頑張ってきたんだと、こう麻生さんは言っていますで。だから 麻生さんが解散しなかったのは、解散したくないということではなくて、うんうん、むしろなんとかこの景気を安定させたいという思いがあったんではないでしょうかね、うん、とにかくもう選挙をやっている場合ではないという、経済の立て直しが最優先事項だということだったんでしょうね。うんうん え総理大臣になって、すぐに解散すればよかったんですよ。かったというのはね、えーはい、えこの去年の9月の麻生内閣、つまりその支持率ですね、うん、50.4%、ねうん、今、ただいま現在、えー、19%と、はい、これはやっぱり主に落ち、ね、た理由は、どん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 景気が悪くなるから、どんどん落ちてきたと、えー、今週になってからかな。 あの毎日新聞の,その世論統計だと、なんと17%もいっしてる、もう20%割り、もうかなり切ってしまった、はい、ということですよね、はい、で麻生さんとしては、できればその経済を立て直したところで解散をしたかったんで少しでも立て直せば、支持、えー、率が上がると、こう、まあ、麻生さんは思い込んでたんでしょうね。う 上がりきらないうちに、まあ、人気も迫り、うん、人気いっぱいも迫り、うん、もう今回の解散となったわけですが、うん、田原さんはあの、まあ、麻生内閣の生みの親と言われてます、うん、森喜朗元総理の話などは、伺いましたかこれはの、はテレビのサンデープロジェクトで聞どういうことを、森さんは。あのまあ、森さんもね、うん えー、あの、まあ、麻生さん、いろいろ迷われたと思いますよ。自民党の中にはね、麻生さんの支持率がどんどん落ちるんで、麻生さんではね、総選挙できないと。総選挙やったら、自民党が大敗すると。だから自民党の中には、麻生さんを変える、そういう意味ではね、総裁選挙の前倒しだと。 つまり総選挙の前に、総裁選挙をやるべしという意見も、とってもありましたいわゆるその麻生おろしなんですけれども、実際、あの直前まで、えー、両院議員総会ですか、はい、もう行われるんじゃないかと言われてましたよね、うんうん、でそこで、まあ、総裁選前倒しというふうに決めるんじゃないかという報道もありましたが。うんはい まいわゆる腰砕けなくなっちゃいましたね,ね。それは、ええ、あのいくつかリングワンですかど、はい、結局ね、二十一日の十一、えー、時から両、えー、院のね、議員の懇談会がありました。総会、はい、だったのがまあ、懇談会という。懇談会にった。議決権のない会合になったんですね。うんはいはい、で、しかしね、その懇談会も、えー、非公開だと。うん いう風になっていましたが、今日になって公開になりました。急にあの報道陣に公開すると。公開、になりましたね。うん、で、あの。まあ、一つはね、えー、両院議員総会ができなかったのは。うん、もう解散だということが決まったんで。ね、うん、ほとんどの衆議院の。ね、人たち、つまり議員たちが地元へ帰ってるんですよ。ほとんど地元へ帰っているために。ね。 その両院議員総会をやるべきだと、ね、東京に粘って、うん、そういう運動をね、つまり戦いをする余裕がなかった、うん、まずはもう選挙、自分の選挙,選挙で、しかもこのの選挙は、自民党にとってはとっても厳しい選挙だとで、自民党にとって厳しいってことは、まあ、いろんなね週刊誌やいろんな雑誌が、この選挙の予測をしてますけども、うん、激しいのはね、 民主党が300で自民党100なんて、今はとにかくね、自民党300あるんですからね、つまり3分の1になっちゃうと。ということは、自民党が負けるよりも、自分たち落ちちゃう。でしょもう ?300 人が100人だからね、はい、3分の2落ちちゃうんだから、だからもうとにかくね、一刻も早く選挙区に帰って、もう、ね、懸命に、ねえー、このフル稼働で選挙運動をしないと危ない。 この自民党の議員の人はみんなそう思って、この東京に頑張って、東京で、えー、両議員総会、両院議,議員総会開けとか、あるいは麻生おろしをして、えー、この、えー、そのね、総裁選まで倒しとか、そんなことをね、 やっっっててるる言余裕が全くなかったもう表紙を変えてる余裕もないっていうことですね。うん、そういういことですそ何か独自のマニフェストで戦うという人たちも出てきているっていうことですけども。うん、あのね独自のマニフェストっていうより、えー、まだ自民党はマニフェストができてません。で民主党はできていますだけどねその独自のマニフェストっていうのはねどっちかというと自民党じゃないブランドを作りたいってことですよ。 今、つまり、うんはい、自民党はまだマニュアルストはできてないしで自民党というブランドがな、ね、い間、これは、ね、いいブランドだったんですよ政権に言ってたんだから今、ね、どっちかというとよくないブランドにな,なりつつあるだから自民党のブランドではないぞと自分は独自のブランドを作るんだと例えば渡辺芳美さんなんていうのは、ね、今、新党を作ると言ってますね自民党のブランドは古くてよくないから自分のブランドを作るんだと。 これがだから同時のマニフェストを作るってことです。